高麗航空、高麗航空、古良航空、古ン半音 A、エアー古良エアー古良は、朝鮮民主主義人民共和国平壌市中区域、東上道に本部事務所を置く国営航空会社である。同国のフラッグキャリアかつ唯一の航空会社で、平壌を拠点に国内線、国際線を運航している航空会社である。IATA 航空会社コードは、JS。 1955年設立の旧朝鮮民航の運航部門を1993年に分離し、現名称に変更した。ピョンヤン国際空港を拠点空港とし、中国、ロシアへの国際線と寄与、元山等の国内線を運航する。2016年現在10機余りを保有し、4機の旅客機で北京、上海、新洋、 ウラジオストクの4つの定期航路を運航している。航空会社コードの JS は朝鮮民航の名残で朝鮮を朝鮮語で読んだ諸村の頭文字に由来している。コーポレートカラーは朝鮮民主主義人民共和国の国旗と同じ赤色を基調とし一部空を形容した水色を使用する。2013年頃までは客室乗務員制服のジャケットスカートも 赤色であった。機体の塗装は朝鮮民港の頃とほとんど変わっていないが、当初は垂直尾翼には国旗ではなく朝鮮半島の形に似せた水色のコウノトリを赤い丸、ま、で囲んだロゴマークを描いていた。現在は朝鮮民港時代と同様垂直尾翼には国旗を描いており、コウノトリのロゴマークは機体前方へと移動している。 2014年頃までに変更された客室乗務員制服のジャケットにもロゴマークがあっている。本社事務所はピョンヤン中心部、ピョンヤン駅から北へ約 2km のヘルスセンター総行院の前にある。2015年頃から経営多角化に乗り出し、同年にタクシー部門を立ち上げたのに続き、2016年にはソフトドリンクの製造、販売を開始。 2017年にはガソリンコイルにも進出している。朝鮮民主主義人民共和国における航空事業は旧ソビエト連邦公便によるソカオが独立後の1950年から行っていたが朝鮮戦争により運航休止を余儀なくされた。朝鮮戦争終結後の1954年に朝鮮民港、著ミ民ハング、コリアンエアウェイズ、コックが設立され、 1955年9月21日から運行を開始した。朝鮮民港は他の社会主義国においても見られた民間航空会社と民間航空行政が一体化した組織であった。当初は LI-2 やン2そして e ル1 2といった旧ソ連製総発レシプロ機を運行しており、1960年代に なって、イール -14 やイール -18 といったターボプロップ機が導入された。近代化は大変遅く、最初のジェット機である、ツマイナス154が導入されたのは1975年のことであり、この際にピョンヤンとプラハ、東ベルリンモスクワ線を開設した。ツマイナス154が中距離航空機であったため、途中イルクーツクとノボシビルスクを経由していた。 こうした状況は長距離機材のイール -62 が導入された1982年には解消し、その時にはソフィア戦も開設された。また、国際航空運送協会に加盟したのは1977年のことであった。朝鮮民港の国際路線は、東西冷戦終結とその後の財政難により、旧東側諸国への路線も大きく縮小した。 1993年、近日成主席によって、航空行政部門と航空営業部門が分離され、後者が、高来航空と名称を変更し、現在に至る。なお、外形上は、会社の形態をとっているが、現在も、国営企業である。高来航空は、以下の理由により、EU によって、e、EU 諸国内の運航、航行禁止処置が取られている。当初、 2006年3月から全面運行禁止だったが、2010年3月に EU はツポレフツ -204 の2機による運行をメルと発表した。2012年12月12日、中華人民共和国政府は自国に離着陸する航空機の安全管理を大幅に強化する方針を固め、航空機衝突警報装置など ICAO、IC 国際民間航空機関の安全基準に達しない朝鮮民主主義人民共和国の航空機に対し中華人民共和国国内の空港への離着陸を禁止する旨を発表した。基準をクリアした航空機は現在ズポレフツ -204 しか保有しておらず資金が不足する朝鮮民主主義人民共和国当局が外国の航空会社に対し ICAO の基準に達する航空機のリースを問い合わせているが、リースが決定したと見られるのは、アントノフアン -148 が1機のみで、高麗航空による対応の遅さにより、中華人民共和国と朝鮮民主主義人民共和国の航空交流が事実上中断する危機を迎えている。二千年代後半に至るまで、ソ連製のツポレフツ -154 やイリューシン、 イール -62、ツポレフツ -134 など、いずれも1960年代から1970年代に開発された旧式の機体で占められていた。2000年代以降ロシア製の新造機、ツポレフツ -204 とウクライナ製のアントノフアン -148 が導入された。2016年現在、国際線の運用稼働機は、この2機種4機のみである。 アジア諸国のフラッグキャリアの中で唯一旧西側諸国製の航空機材を運用したことがない。2017年現在も政治的、財政的な事情でボーイングやエアバス、エンブライルやボンバルディアなど旧西側諸国の機体は導入されていない。また、これまでにワイドボディ機の導入もない。なお、同国の民間航空機に割り当てられた機体記号は p だが、同国には他に民間航空会社がないため、この機体記号を持つのも公来航空のみである。参照、CH Aviation。国際定期便は、すべてピョンヤン国際空港、通称、スンアン空港発着。かつては、ソフィア、モスクワ経由、ベルリン、モスクワ経由、マカオなどにも定期便を運航していた。なお、 他者とのコードシェア運行などは行われていない。2018年の米朝首脳会談以降、中国人観光客らの需要が増加してきていて、中国との路線開設の動きがあり、7月に平壌西安に新規就航、6月28日から10月の期間中、週2便で平壌西都にチャーター便運行する計画と中国メディアが報じている。 大韓民国へも、ソウルをはじめ、必要に応じて、チャーター便が運航される。2002年に開催されたフザ山アジア大会及び、翌2003年に、テグで開催されたユニバーシアードに来訪し、話題となった、いわゆる、美女応援団の往来に際しても、この高麗航空が、チャーター便を運航し、彼女らの足を担った。かつて、日本へも年に1の2回の割合で、 名古屋空港、現、名古屋飛行場と新潟空港に、チャーター便が乗り入れ、在日朝鮮人の祖国訪問や松茸の輸入、日本人などの観光客の輸送手段として、活用されていたが、乗り入れ機材の通報レフツ -154B が、日本の騒音基準に適合しなくなった上に、北朝鮮の核開発に対する制裁もあり2002年以後は一度も、乗り入れていない。なお、 新東京国際空港、現名称、成田国際空港へは、1985年に行われたユニバーシアード、神戸大会へ、選手団を送るため、一度だけ、遺留子にいるマイナス62による特別便を運航したことある。2006年11月22日、12月1日、12月10日の、計3回にわたり、初めて、中国大連空港との間に、 チャーター便を運航した。これは、主に在日本朝鮮人総連合会関係者を乗せるために運航したと説明し、現時点では再運航の予定はない模様である。2016年9月には、元山空港で開催された、元山国際新全航空フェスティバルの開催に、合わせてイール、EL-18 やつ -154 などによる、 ピョンヤン国際空港発着のチャーター便が運航された。前年にも行われている。国際線はエコノミークラス Y、B とビジネスクラス C の3クラスが設定されている。各クラスにおいて機内食や飲料の提供と免税品機内販売、スクリーンでの各種映像放映、新聞、雑誌閲覧サービスが行われている。客室乗務員の制服、 女性は2014年までに変更され、紺色を基調とした現代的なミニスカートスーツとなっている。世界各国の航空会社の格付けを行っている、イギリスのスカイトラックス社による評価では、評価対象航空会社では、唯一の一つ星、最低評価である。国外からは、同社カウンター及び同社代理店で予約、購入できる。 オンライン予約は2012年8月から開始した。いずれも電子航空券 E チケットである。韓国の朝鮮日報は1970年以降以下のような事故があったと報じているが公式には確認されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。